焼きうどん焼きうどんは、焼きそばと同様にうどんを、肉や野菜等の具材と共に炒め、調味料で味をつけたもの。焼きうどんの元祖を名乗る店舗は、複数あり発祥は定かではない。焼きそばと調理法は同じであり、うどんを用いて、同様に調理すれば焼きうどんになる。調理法は、焼きそばと同じであり、ソースを使ったり、醤油や塩コショウを味付けに使う。 醤油味の焼きうどんには、酢をかけて味を整える例も参見される。広島県広島市では、ソース焼きそばと同様に、オタフクソースをメインに味付けされた焼きうどんも多い。オタフクソースの業務用焼きうどんソースは、ウスターソース類に醤油を合わせている。醤油を隠し味に使うことも少なくない。各地域、各店で様々な麺が使用される。生麺、チルド麺。 乾麺で平たい麺も使用される。製麺所ですでに茹でてある茹で麺を使う場合、具と合わせて炒める前に、うどんを電子レンジで温めておけば混ぜるだけでよくなるので、手早く焦がさずに作ることができる。麺をほぐすのにも、ウスターソースを使うと仕上がりのベタつきを抑えることができる。タコを入れたもの具材は、豚肉、キャベツ、玉ねぎ、もやしがメインとしてよく使用されている。 その他、人参、ピーマン、かまぼこ、天かす、小エビ、豚肉の代わりに牛肉などを使用することもある。また、魚介類や、その加工食品も利用されることがあり、材料の幅は広い。トッピングは、焼きそばと同様、青のり、削り節、ネギなどで、付け合わせに、紅生姜を添えることもある。ここでは、日本国内各地域のご当地グルメや一般とは、 異なる焼きうどんをあげる。岩手県岩手郡に岩手町で企画、販売されている。2009年6月、同町の飲食業者が町ご落地グルメ研究会を発足させ販売を開始。同名省で製造、販売を行うための規則として、会に加盟すること、町内のえかりうちの指定製麺業者が開発した専用うどんを使う。 町産食材を3種類以上使用することとされている。専用麺は、県産醤油を練り込んだ黒と県産油を使った白の2種類がある。販売開始当初の加盟店は5店舗。埼玉県川口市で企画、販売されている。鳩ヶ谷市商工会青年部と川口市、鳩ヶ谷地区に工場を持つブルドックソースが共同開発した専用ソースを使う。 2010年4月現在、県内15店舗で販売している。発祥の店の亀山味噌焼きうどん三重県亀山市で企画、販売されている。2008年、亀山市の商店主や市職員ら有志が地域おこしのために企画したものだが、元は市内にある焼肉店の裏メニューとして40年以上にわたって提供されていたものである。 また、一部の家庭でも、同じタレを使用していた。赤味噌ベースの調合した味噌ダレを利用して焼くこと、以外、レシピに決まり事はない。地元の祭りの屋台での販売を経て、2009年6月に地域おこしとして、市民団体が旗揚げした。活動しているのは15人ほどで、シンボルキャラクターの、カメミちゃんや、地元のシンガーソングライターによる、テーマソングなどを通じて、 広報を行っている。2010年4月には、三重県の第2回県ご当地グルメ大会に出場して、準優勝した。当初は2点だけでの提供だったが、欧風レストランやドライブイン、喫茶店など市内25店舗で提供されている。姫路ちゃんぽん焼き兵庫県姫路市周辺で食べられている、麺料理で焼きそばと焼きうどんを合わせたもの。姫路では定番グルメになっている。 兵庫県佐用町及び岡山県三正坂地方中東部の郷土料理をもとに企画され佐用町及び津山市で販売されている。天窓福岡県北九州市で町おこしとして企画販売されている。北九州青年未来塾が母体となって飲食店や有志で小倉焼うどん研究所を結成、イベント参加や観光用の地図を作成するなどの 活動を行っている。なお、小倉発祥焼きうどんの場合、焼きではなく、焼けと表示されている。研究所が定める、小倉発祥焼きうどんの定義として、乾麺を使用、若松産キャベツを使用、豚肉はわら肉を使用、玉ねぎの甘みを引き出す、ソースをよく研究する、削り節は、味バ節を使用、小倉地酒で香り豊かに仕上げることとしている。 条件設定には元祖に対する敬意を払いつつ、創意工夫も促したいという考えが込められている。商品には料理人が両手に持ったヘラで小うどんを調理している様子が絵柄が使用されている。このか2006年10月、小うどんをテーマにした CD、スキッチャ小倉焼きうどんが発売された。2012年には産業食品からカップ焼きうどんの 北九州小倉焼きうどんが発売された。また小倉では卵1個の目玉焼きを乗せた焼きうどんを天窓と称している。天窓から月を見た様がその語源となっている。これは白身の部分を雲に、黄身の部分を月に、それぞれ例えたものである。群馬県藤岡市で販売されているご当地グルメの焼きうどんであり、トマトソースとキムチを合わせたキムトマソースをかけ、 スクランブルエッグや鰹節をトッピングした料理。大韓民国テグコイキシでは、日本から伝わった焼きうどんが、焼きうどんという名前でご当地グルメになっている。唐辛子ことニンニクで甘辛く味付けされ、具には玉ねぎキャベツかぼちゃもやしきクラゲニラほうれん草、エビイカ、豚肉が使われる。約30年前に開発され、主に中華料理店で提供されている。 日本国内の大手メーカーが製造、販売する主な製品及びご当地グルメにちなんだ主な製品を挙げる。なお、期間限定の商品も含む。ご当地グルメ2002年秋に富士宮焼きそばと小倉の焼きうどんが勝負する天下分け麺の戦いが小倉城公園にて開催された。小倉の商店街では焼きうどんの店とスパゲティの店が競うようなイベントも 行われた。また、小倉焼きうどん研究所が主体となり、B-1 グランプリに小倉発祥焼きうどんという名称で出展を行っている。毎年9月の第一度日曜に行われる、彦八祭りでは、踏江一門が出展する踏江茶屋の焼きうどんが名物となっている。いわゆるご当地グルメとしての焼きうどんは、各地でこれを用いた、 地域振興のツールとしても活用されているが、上記各地の関係者有志による全国野球丼サミットが随時行われ、ご当地グルメを用いた地域振興策についての意見交換などの交流がなされている。また近年は野球丼を用いた地域振興の取り組みが行政にも認知され、協力体制が取られるようになっており、2013年に開催されたサミットでは、 来賓として、三重県知事が招かれ挨拶も行ったほか、小倉の関係者が、行政が後から追いついてきた、胸を発言している。ありがとうございます。